てんてんてんというものが実は人間の頭であったことが分かったのです伊藤恵麻です、えー、今夜は夏のシーズンですから夏らしい会談をしたいと思います僕の友人 というよりは、友人たちのお話です。劇団員が10年ほど集団で集っていたときに、夜中に遊びに行こうという話になったそうです。全員役者たち、劇団員たちばっかりでした。そのうち2、3人は釣りがしたいので、ちょうど道具も持っているから、海釣りに行こう。ところが、他の7人ぐらいは、 全然釣りに興味がないのでいやー面白くないからまあそれはやめとこうと解散したところその海釣りの連中が「いやね海釣りはまあいいんだけどあそこのスポットがなかなか面白い場所なんだよね」という話になりました面白い場所というのはいわゆる 階段スポットだったそうですそれに食いついた78人もじゃあ車で2台分譲していこうということになり10人集団で海に行ったそうですその港ふ頭夜中の海というロケーションが面白かったのでしょう盛り上がりながら2台の分譲した車は楽しそうにそこを向かい 到着したそうですその場所はよくある場所でいわゆる立ち入り禁止釣り禁止という不当で港の端っこの方に遠くまで長くコンクリートの通りが続くそうなんですねそして港の場所の近くには高いフェンスがありますそのフェンスは簡単には 越えることががでできないのですが若者たちですし男性ばかりの住人なんとかすれば乗り越えられるよということになりそのフェンスを乗り越えるという行為をしてしまったそうですその時に「どんな階段スポットなのこの海の向こうなの不当が何かあるわけ?」笑いながらお話ししていたそうなんですがその釣り人の一人が「 このフェンスそのものだよという話になったそうです。え、このフェンス俺たちが今ここで乗り越えてる場所何これざわざわざわ。まあ笑いながら盛り上がりながらえー、なんでなんでここやだちょっとやめてくれよとか言いながら十人が乗り越えながらそして港の外側から内側に降りてきます。どんな話というと それは変なシーンが遠から見るそうなんですそのフェンスの集団がたくさん集まってザワザワザワーと集まっているシーンがよく見られるということなんですねそれが一体人なのかそれとも霊体なのかはよく分かりませんただあそこは無数の大人数がフェンスに群がっているところがあるという階段なのです そして乗り越えながら何人かは釣りの準備をします。そして何人かはブラブラぶらぶら散歩しながら夜中に歩いて海を楽しみました。話の中であのフェンスに人が集まるって言ってどういうことなんだ大勢の船が人で沈んでしまったような事故や災害があったんじゃないのいや、この土地でそんな話は聞いたことないな。 えー、大人数がフェンスに群らがるような変な階段スポットを知らないなあという話だったのですが彼らは階段そのものもただ興味があっただけで詳しい情報や噂が知っているような人たちではなかったそうですそして彼らがふとをまばらに釣りをしようとするやつ海を眺めるやつ ただうろ,うろうろするやつ10人が好き好きに過ごしていたそうです。ある人がふと黒く漆黒の海をじっと見ていたときに、あっと声を上げました。それは夜中の不頭の海の沈む中、無数のクラゲがいるということに気づいたそうです。まあ、海ですから無数のクラゲがいることぐらい。 当たり前ですただその埠頭の付近に薄暗い明かりの中で目をじっと目を凝らすと10センチから20センチぐらいのクラゲが無数に浮揚しているのが見えたそうです。それは夜中ですから深い場所までは見つけることはできません。せいぜいぜ セセンチ20センチチせいぜい50センチぐらいの深さがチラリチラリチラリとクラゲが見えるそうですあークラゲすごいなこんな夜中に発生しながら流れるもんだね初めて見たなするとポツリポツリとちょっと遠いところに立っていた人間が はあ、というふうに声を上げますそして順番に順番にその10人が「あはあ、はあ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 」と叫ぶようになったのですなぜならそれがクラゲを見ていた浮遊する「てん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 」というものが実は人間の頭であったことが分かったのです あれクラゲじゃないぞ。あれ、人間の頭だその途端クラゲだと思っていたその浮遊する頭部がグリーンと水面をひっくり返ってしまったのですそして人間の頭は逆に浮かべそして埠頭の上から見ている人たちを水中から見上げるようになったそうです それに驚いた彼らは悲鳴を上げて「やばいやばいやばいこれやばいやばい帰ろう!」ということになり一斉にみんなフェンスに集まって帰ろうとしましたしかしフェンスは高い場所になっています 2m から2 m 2 3 0センチぐらいの高さだったそうですそのフェンスは簡単に乗り越えることができませんそして10人はそこで 一気に集まり誰かで構わずよじ登り乗り換えろう乗り越えようとするんですが簡単には乗り越えることができないまま人が集まってしまうということになってしまったそうですつまり彼らの光景を外部から見ているとあの映画「ワールド・オー・ゼッド」のクライマックスシーン 無数のゾンビが人が集まって壁を乗り越えようとしているシーンがありますまさに彼ら自身があのフェンスを乗り越えそういう光景を自分で描いてしまったそうですあの場所が一体どこなのかそれは分かりませんしかし関西にあるある場所で 港にある埠頭には高いフェンスに集団に人が集まってくる恐ろしいと言われている怪異ストップがあるそうです。ありがとうございました。